よろしくお願いします。愛知県岡崎市立葵中学校の研究主任をしております、黒柳秀典と言います、えー。パナソニックさんから、えー、資金をいただきまして、楽しく研究を進めております。えー、これまでの研究、えー、実践の内容が、10月に本になって、明治図書から発売されます。一生懸命作りましたので、ぜひ買ってください。 え今日はこれが一番の僕の仕事ですので、あの紹介の方よろしくお願いします。えー、まず、本校は、ごめんなさい、学び合い、磨き合いを軸にした思考力、判断力、表現力の育成をテーマに、サブテーマとして ICT の幅広い活用法と、生徒が自ら求めて ICT を活用する場の追求として研究を進めてまい,まいりました。研究課題のの設定の理由は この助成をいただく前から本校は生徒,の伸ば生徒に伸ばしたい力として思考力判断力表現力これを伸ばすことを目指して研究をしてまいりましたその手立てとして生徒同士の学び合い磨き合いを中心に進めてきたのですが一通りですね研究の方が進みましてあのもっと幅広く 子どもたちに学び合い磨き合いの場を作ってあげることはできないかということで新しく ICT を取り入れることにしました1年目の取り組みと成果の発表をしますまずは ICT を取り入れた研究授業を全員が行うということをしましたなぜかというと ICT をあの使ったことのない先生という 人がたくさんいましてあのきっかけがなかったんですねでとりあえず授業をやってみようというふうにしました、えー、どんな授業をしたかというとまず国語の授業では単焦点プロジェクターを用いまして教科書を黒板に写しその黒板に写した文章にラインを引いてですね えー、焦点化させて、えー、授業を展開していく理科の授業では各実験データを一つのパソコンに集めてそれをグラフ化し視覚、まあ、化していく、えー、こんなような形で、えー、とにかく実践の中に取り入れてみようという形で進めました2点目はタブレットの導入です 新しくタブレットに挑戦してみようということででしたが一番初めにタブレットを持っている人のアンケートを取ったんですが学校の中で持っているのは1人だけでしたでその中でどんなふうに授業を進めていこうかというのを大変心配して進めていったんですが、えー、まず使う前にですねあの無線 LAN がつながらないと。 いうようなこともありましてこのタブレットを使うことには大変苦労をいたしましたしかし実際に使ってみるとそんなに教師も生徒も問題なくその良さを自分たちで見つけ出して授業を進めていくことができました体育の授業や家庭科の授業では自分の動きを確認したり先生の市販の映像を 自分が必要なときに確認しながら、えー、点検をして進めたり用いたり英語の授業では自作の教材で作,作文練習や発音練習をして進めております3点目に生徒の ICT 活用の能力を高めるということを意識して進めております、えー、発表や、えー、まとめ なのに積極的に ICT を用いさせていますがこれも問題がありまして実は使わせていたらタブレットを落としてしまいその賠償金をどこから出すかというところで今揉めているところです実際は学校で払うことにしましたこのようにです、ね、あの問題もあるんですが研究は非常に楽しく進んでおります今後 ICT の特性が見えてきましたので、特性を生かして授業の方を進め、作っていきたいなというふうに考えております。ICT を取り入れた学び合い、磨き合いのある学習をの継続をしていけば、個で追求する場面や考えをまとめる場面、まとめるものを発表する場面が増え、さらに生徒の思考力、判断力、表現力が育成していくものと信じて研究を進めてまいります。ありがとうございました